トツカ文教は日本のカトリック教会主祭、医師、桜町病院創立者。洗礼名はビンセンシオア・パウロ。彼は海軍軍医総監、トツカ艦会の長男として神奈川県横須賀に生まれ、佐世保の高等小学校に入学していたが、行政中学校に編入。1909年、第一高等学校在学時にカトリック教会の洗礼を受ける。 第一は、行政時代の先輩で後に、カトリック主催になった岩下総一。1912年、東京帝国大学医学大学に入学、医学を学び、卒業後、佐藤外科に入局。1921年、北海道帝国大学助教授に任命され、文部省からヨーロッパ留学の命を受ける。パリのパストゥール研究所で学習中、ロンドンに一修道院で、 修道女の姿に感銘し、司祭になることを決心し、男女、聖職者、信徒の区別なきカトリック団体の設立を抱く。パリで、進学、ラテン語等を習得し、1924年、サンスルピス進学院で、被災除外を受け帰国、1925年、カトリック精神に則っ,った、桜町病院の前身にあたる、聖ヨハネ派内院を品川に会員。 被災、医師として患者の診察にあたり、結核回復患者の施設を作り、後に千葉県九十九里浜に移転させ、会場寮にした。また医療をカトリック関連の書物を執筆、翻訳し、ルーマニアの貴族で被災のウラジミールギカとは、交友の関係を深めた。1932年、委員を西小川に移転、1938年、 カトリック新聞社社長に就任、小金井氏に病院建設の計画を立て資金に奔走。その最中、心臓発作に倒れ、病院着工したもの感性を見ることなく1939年8月17日、起点。残された委員メンバーで病院を落成。その一人、岡村福は1944年、福井市や西洋羽ネ布教修道会を設立し病院運営に当たった。 おじに、科学者で、東京ガス社長も務めた、高松と吉がいる。したがって、現代のお笑い芸人、ジャーナリストの高松ななは当演。また、母方の祖父に、幕末、明治の英学者で翻訳家の渡辺厚史。また、渡辺の義兄邸には、八甲田雪中行軍遭難事件で遭難した、陸軍少佐、山口がいる。ありがとうございます。